こんにちは。最近私のツイッターアカウントにツイッターサークルっていうのがね追加されました。今回はねそのツイッターサークルについてお話をしたいと思います。はい、まずはパソコン版から確認したいと思います。このねプロフィールの下もっと見るをクリックします。はい、そうしますとここにツイッターサークルっていうのがありますね。ここをクリックします。はい、そうしますとツイッターサークルを編集ってあります。ここに書いてますね。ツイッターサークルを編集しても他のユーザーには通知されません。追加されたユーザーはツイッターサークルの過去のツイートを表示できるようになります。仕組みについてはこちらと書いてあるんでここをクリックします。はい、そうしますとツイッターサークルについて、ツイッターサークルは限られたユーザーにツイートを送信したり小さなグループで意見を共有したりするための機能です。ツイッターサークルのメンバーは作成者が選びます。ツイッターサークルで共有されたツイートにはそこに追加されたユーザーだけが返信したり反応を示したりすることができますって書いてます。まあ、詳しくはねこの下によくある質問とか、書いてますんでそちらをねゆっくりご覧ください。あとガイドラインとか、端末での手順なんかもね、書いてあります。いわゆるねこれ何かというと限定投稿機能というやつ。 Facebook なんかには、投稿を公開する範囲友達かまた友達の友達か一般公開かというふうにして、公開範囲を選択することができますけれど、それと同じような関係でツイッターサークルは最大150人までサークルに追加して限定ツイートをねやり取りすることができるという仕組みのようでございます。でこれ一体どうするのかというと、これ一回戻りましょうか。あ、これ戻れないんだ。ここにおすすめ当たります。このおすすめクリックしますと、どなたを追加するのかっていう項目が、出てきますね。私が、フォローしている方をねこの追加ボタンで、追加することができます。でこれね、ツイッターサークルに、追加しましたよってことはその相手には、伝わりません。相手にはね通知がいかない仕組みに、なっているようです。まあね、私で言えば、YouTube 関係の情報とか、YouTube ライブやってますとか、そういった YouTube に関するお知らせを、まあ、Twitter サークルを作ってね、限定的にツイートしたり、その150人のメンバーからね、返信をもらったりして、やり取りをするということも、できるのかなというふうに思っておりますが、まだね、ツイッターサークルを作っておりません。まあ、これからね、そういった限定ツイート、YouTube に関すること、またはゲームに関することをね、ツイートする場合には、このツイッターサークルを作ってみたいと思いますが、これね、一つのアカウントに一つのツイッターサークルしか作ることができないというね、条件もありますんで、その点ご了承ください。じゃあ次にね、スマートフォンから確認してみたいと思います。はい、まずはね、Android の方で確認したいと思います。ツイッタータップします。はい、そして、左にスワイプします。そうすると、メニューが出ますんで、ツイッターサークルニューと書いてますね。そこをタップすると、はい、ツイッターサークルに、追加するアカウントの一覧が、表示されます。はい、じゃあね iPhone でもね確認してみたいと思います。はい、次に、iPhone で確認したいと思います。ツイッタータップします。はい、そして、左に、スワイプします。はい、そうしますと同じように、ツイッターサークルニューと流れますね。そこをタップします。はい、そうしますと、Android 端末と同じように、ツイッターサークルを編集というのがあるんで、おすすめで、追加したいね
アイコンをタップすれば OK でございます。はい、今回はね、ツイッターに新しく追加された機能、ツイッターサークルについてお話をしました。ただね、この機能については、今年の5月ぐらいから、運用されておりますんで、順次ねアカウントに、追加されていくのではないかなと思います。またツイッターサークルがね、ついてないアカウントはねこれから、追加されるかなと思いますんでね、しばらく、様子を見てください。はい、ということで今回はこの件で失礼します。チャンネル登録よろしくお願いします。あとよろしければね、メンバーシップの方のご登録もよろしくお願い申し上げます。